近本教授です。今日はですね、こちら世田谷区がやってるガヤリンというレンタサイクルのですね、ここはですね、桜新町ですねのポートに来てます。ここですね、はい。で、まあ、こちらはですね、まあ、このビビチャージのルーツ、三洋電機のエネループバイクですね、の、まあ、これですよ。これのレンタサイクルですね、まあ、5年くらい前使ったことがあります。まあ、こちらね、発行して、まあ、このエネループバイクに乗りたいがためにこれをわざわざ発行してですね、まあ、このレンタサイクルを使ったことがあります。で、今日久しぶりにですね、来たら、まあ、やっぱりね、もうエネループバイクはね、なくなってますね。で、まあ、パナソニックのね、電動アシストは貸し出ししてるみたいですね。で、まあ、三洋電機というとですね、まあ、リチウムイオン電池、エネループ、まあ、ニッケルス電池と、あと、まあ、太陽光発電ですね。まあ、ここに書いてある、ね、絵は、もう丸吉エネループバイクですけど、もう今はね、この自転車は貸し出しはしてないです。一応でも、どうなんですかね、これ。あ、発電してるのかな。見えないですね。はい、うん。さあ、これはもう今は使われてないのかな。もう三洋電機なくなってから何年経ちますかね。もう9年くらい経ちますね。そう、2010年くらいですね。まあ、ここに昔その三洋のね、偉い人とかが来てなんか式典をねやってたと思います。はい。ということでね、もうこのエネループバイクの後継機種のビビチャージですらね、今は発売されてないですけど、まあ、いつかね、また復活してほしいなというふうに私は思ってます。